そばにいることが優しさだとしたら、いつも迷わずにその手を引くから、何も言わず抱いて今を止められたら、それ以上幸せにできるはずさ。悲しみの涙流さないで、二人で乗り越えて、ずっとその瞳そっと見つめる、たとえ君が背を向けても、幸せという